シャスタ軍はアメリカ合衆国カリフォルニア州北部に位置する軍であり、サクラメントバレーの北側にあり、一部はカスケード山脈の南端に広がっている。2000年国勢調査での人口は16万3256人だったが、2010年では17万7223人となり、8.6%増加した。軍庁所在地は、軍内最大都市でもあるレディングである。 軍内の観光地としては、シャスタ湖、ラッセン山及びサンダヤル峡がある。シャスタサンシャスタ軍は、カリフォルニア州が州に昇格した1850年に設立された軍の一つである。軍領域の一部は1852年にシスキュー軍に、また1856年には、テハマ軍に割上された。軍名は、シャスタサンにちなむものである。 シャスタという言葉はこの地域に住んでいたインディアン部族の名前に対する英訳語である。インディアン部族名は現在の軍が設立されて名称が固定されるまで様々な綴りが使われていた。当初はシャスタさんが軍内にあったが現在は北のシス級軍内である。標高14,179フィートのその山頂は軍内の大半から見ることができる。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は3847平方マイルであり、このうち陸地は3785平方マイル、水域は62平方マイルで、水域率は1.62%である。軍の東、北及び西は山岳が並んでいる。サクラメント川が北の山脈から流れ出し、軍内中央を通り、 南のサクラメントバレーに流れている。レディング地域バス運行局が、レディング市内と周辺のバス便を運行している。経路の一つは、修道299号線によりバーニーまで行っている。グレーハウンドのバスとアムトラックの列車は、レディングで利用できる。レディング市民空港から、旅客定期便を利用できる。その他軍内の一般用途空港としては、ベントン飛行場。 ポールリバーミルズ空港及びシングルタウン空港がある。シャスタ軍はかつて大統領選挙で民主党が強い時期があった。1972年の選挙でジョージ・マクガーバンが勝利したことでは州内でも数少ない軍の一つだった。最近ではアメリカ合衆国大統領及び連邦議会選挙で共和党の強い地盤である。大統領選挙で民主党が 最後に勝ったのは1976年のジミー・カーアッターである。アメリカ合衆国下院議員の選挙では、軍内の大半がカリフォルニア州第2選挙区の一部であり、カリフォルニア州議会下院議員の選挙では第2選挙区、カリフォルニア州議会上院議員の選挙では第4選挙区に入っており、これら全て2010年時点で共和党議員が務めている。 2008年の明大8に関する住民投票で、軍内投票者の69.7%は法案に賛成した。これは、同性同士の結婚を禁止するためのカリフォルニア州憲法修正案だった。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。植物学者、ウィリス・リンジェプソンによれば、シャスタ軍の植物賞は1900年以前には、 科学的な方法で探索されていなかった。1920年代までサザンパシフィック鉄道が広大な自然のままの草地を所有していた。この頃、鉄道はその所有する草地の多くを売却し、急速に矢部が払われ、植物の繁茂する地域は農業用地に転換された。シャスタ郡は広大な森林地域を持っており、林業生産の行われる地域の半分以上を 占めている。森林は多くの根性林、もみと多くの根性林、また米末の森となっている。よく見られる木はホワイトバーク末、カリフォルニアブラックオーク及びカリフォルニアバッケーである。軍内には下記4つのカレッジと大学がある。軍内の小学校は43校、中学校は10校、高校は8校あり、他に私立学校が35校ある。シャスタコ。 シャスタトリニティ国立の森の中にあるシャスタ湖に近いベイリーコーブキャンプ場。ありがとうございます。